えー、台風の後に、えー、林道をです、ね、重機により撤去したという,うそういう報道がありました。あというか、えー、台風で今、黄色ハッチングかけた林道がです、ね、崩壊し,したという写真付きの、えー 映像そしてその台風以降は地形を変化するようなそのあ台風ってあれねあの2019年の、えー、10月だったかそこら辺にあった台風なんですけど、えー、その後に、えー、地形を変化させるだけのそういうものがないよという証言がありますまあそれ全面的に信用してるわけじゃないですけど、まあ、そういう1回、えー、しか地形を変化しない えー、させるようなな大きな土砂崩れみたいなものが、えー、起きてないとするならば、えーまあ、最初に私が疑ったこの,、ねえー、この辺で骨見つかってますからここ,こう崩れた時に普通に重機で移動させたらその中に、えー、頭の骨とかがありあもはや、えー、そういうね、えー 土砂撤去場所のところに移動させられちゃって、も,うもはや見つかんねえんじゃねえのって思ったやつね、それはないんじゃないかというね、あとはあのー、こっちのね、道志川の方に落ちてったっていうね、その台風の時に、えー、土砂とともにここまで落ちてって、こう流れていったっていう、これがないんじゃないかと、要は、頭が最後に流れてきましたよという。 仮定、ね、をすることによって頭が何らかの理由で最後に、えーえー、バラバラになってから流れていくかもしくは流れる途中で緩やかに流れる途中でバラバラになっていったかで最後ここにたどり着いたと要は、えーえー、2019年の台風の後にここを整備した後に、えー、頭の骨が ポンって上に乗っかってる状態ねこれ見つけた人は掘り出してないはずですから掘ってないはずですからタンって頭の骨だけが乗ってたわけでしょっていうことはかなり最後の方ですよねっていうふうに思うわけですよでそして逆に土の中から見つかっているど首より下ですね首より下の部分っていうのは比較的早い段階 だけど、いつかと言ったら早い段階なんだけど台風の時にそこまで来ていたならば頭が最後という状態になり得ないだろうなと考えた場合に、えー、2020年とか2021年とか、えー、2019年 はそののままの状態で2020年とか21年の状態になった時にある程度バラバラになったかバラバラになりながら下の方に降りてきたっていうふうにそういう感じで私なんかは考えていますけれども皆さんどうでしょうか